こんにちは、岡崎です。OK先生です。今回は宮崎県の国語高校入試問題の過去問のあらすじ解説をやっていきたいと思います。今回紹介するのは2020年度の宮崎県の国語の過去問、大問2です。2つの文章が出題されてます。この2つの文章を並べて、それを比較して解く問題。これ結構難しそうな問題だよね。他には長野県でもこういった形式の問題が出題されてます。まず一つ目の文章、文章1では、波藤亮さんの論理的思考のコアスキルからの出題で、二つ目の文章、文章2では、富山茂彦さんの思考の生理学から出題されてます。文章1の波藤亮さんの論理的思考のコアスキルは、兵庫県でも出題されてます。抜き出されている箇所は違うけど、同一作者、同一の本からの出題となってます。ここでしっかり理解を深めていってください。このチャンネルでは中学生の国語教科書の解説動画を配信しています。現在は高校入試問題の解説動画も配信していますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。まず文章1から考えていきましょう。みんなが複雑なテーマを扱うとき、その複雑で難しいテーマについて考えていかなければならない、発表しなければならない、その準備のとき、みんなどうやってそのテーマに関して考えていく？準備する？まあもしこれがね、すごく簡単なテーマ、ちょっと考えたらすぐにわかるような、そんな簡単な問題だったら、頭の中でさっさと考えたらね、すぐ答えわかるよ。そういう風になるかもしれないんだけど、例えば国語の課題で出されるような、みんなの前で発表しなければならないような、そんなテーマだったら、扱う情報量、これが膨大になるよね。ネットで調べたらいろんな情報が出てくるから、その情報を整理するだけでも大変。そうなったらね、みんな頭の中だけではね、考えられないよ。こういう風になっちゃうよね。これなんでか。それはね、みんなの頭の中だけで考えられること、脳内で完結できる情報量っていうのがちょっとしかないから、少量しかないから、脳の中で処理できる情報の数って意外と多くないんだね。これみんな意外じゃない？人間の脳ってすごく優秀でいろんなことを考えられそうなイメージがあるのに、人間の脳は同時には少量、少しの情報しか処理できない。こういうふうに作者は主張してるわけ。で、その作者が具体的な例を出してそれを説明しています。まず一つ目は、マジカルナンバー。これ聞いたことある？これはマジカルナンバー7とか、マジカルナンバー4とか、そういうふうに言われるんだけど、この7とか4とかっていう数は、人間が同時に扱える情報の数を表してるんだね。だからね、人間っていうのは最大で7つとか、あるいは4つぐらいしか、物事を同時に処理できない。もしこの数を超えるような情報を扱わないとダメだとしたら、その情報をもうないものとして扱っちゃう。それが人間なんだね。だからね、みんなが発表の準備とかいろんな文章を書くときね、その時に扱う情報の数ってさ、そんな4つとか7つとかそんな少なくないじゃんか。結構いろんな角度から物事を考えなければならなかったり、あるいは自分の経験っていうのをそこに継ぎ足していかなければならないような、そういう複雑な情報処理をするから、マジカルナンバーなんてすぐに超えちゃうんだね。だから頭の中だけで考える、これはもうできないことなのよ。このマジカルナンバーっていうのは認知心理学者が出した考え方なんだけど、もっと身近なところでこれを実感できることあるよ。それはね、2桁かける2桁の掛け算。みんな2桁かける2桁の掛け算できるよね。でもね、それを頭の中だけでやって、こういう風に言ったら途端に難しくなるんじゃないの？一生懸命やろうとしてもすごく長い時間がかかっちゃったりとか、出てきた答えが間違っちゃってたりとか、そういうこと起きるよね。つまりね、2桁かける2桁の掛け算、その中で出てくる数、この数字っていうのは限られてるよね。そんな膨大な量の数が出てくるわけじゃないじゃんか。でも、その程度の数でも人間は頭の中で同時に処理することはできないんだよ。さっき自分が掛け算で出した数、それを覚えておきながら、その次の計算をして、それをさらに足し算する。そういうこと人間できないんだね。じゃあね、どうしたらいいか。
世の中にはね、いろいろ難しい問題、複雑なテーマっていうのはたくさんあって、みんな日々それを考えていかなければならない。それに対して作文書いたり、レポート書いたりしなければならない。そういう時にみんなどうやって考えていったらいいのか。それはね、作者はこういうふうに言います。書き出したらいいんですよって。頭の中で覚えておけないんだったら、頭の中で同時に処理できないんだったら、紙に書き出したらいいじゃないですかって。それはそうだよね。これみんな普段してるでしょ。さっきの2桁かける2桁の掛け算、紙に書き出したらすぐできるよね。前に書いておいた計算が終わった数字、それ覚えとく必要ないじゃん。紙の上に記録されてるから、それを後で必要な時に使えばいい。こういう風になってくるでしょ。それと同じでね、複雑なテーマ、難しい問題について何か文章を書いたり、考えていかなければならないとき、もう頭の中でね、最初から最後までやろう、そういうことはせずに、紙の上にどんどん書き出していけばいいんですよって。そうすれば複雑な情報処理できるようになってきますよ。こういうふうに作者は言ってるんです。なんでかっていうと、紙の上にいろいろ書かれた文章、それをつなげたり、分類したり、今は使わないけど後で使うかもしれないから置いておこう、こういう風にしたり、いろんなことができるようになるよね。だからみんな考えるときは紙に書いて考えてくださいね。そうすれば論理的な思考できるようになるんですよ。もしこの紙の上に書くってことしなければ、人間は同時にたくさんの情報を頭の中だけで処理はできないんだから、正確に論理的に考えていくってこと、それができなくなっちゃいますよ。こういうふうに作者は言ってるんです。これが文章の1ね。ではその次、文章の2です。文章の2ではね、そういうふうに考えてること、いろんな情報っていうのを書き出すこと、まあこれはみんなもう分かってると思うから、じゃあどういうふうに紙の上に書いていったらいいのか。紙の上にいろいろ書いていって、自分の考え方をまとめていく、その方法について書かれています。まずね、書き出す時のコツ、それは一気に終わりまで行くんですよって。みんながね、文章を書いていっちゃう時にやっちゃう間違い、それがね、細かい表現、そういうのを気にしちゃったり、書き損じ、それ、あ、ここちょっと間違えたと思ってそこで消しちゃったり、止まっちゃったりすること、それ良くないんですよって。そうじゃなくてね、細かい表現とかそういうの後でやればいいから、書き損じだって後で直せばいいから、そういうので止まらずに、もう最後まで一気にもうスピードを持って書き進めていってください。こういうふうに文章の2は言ってます。これなんでかっていうとね、作者は自転車を例にとって説明しています。みんな自転車乗った時経験したことあると思うんだけどね、スピードを持って漕いで行った方が自転車って安定するよね。もしね、自転車すごくゆっくり漕いでたら結構グラ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 なっちゃうじゃんか。自分がどっちに進んで行っていいかわからなくなっちゃうよね。そうじゃなくて、ある程度スピードを持って自転車を漕いで行ったら、自転車は安定するし、自分が思ってる方向に進むことできるよね。それと文章を書くってことも同じなんですよって。最初にね、書くときに細かいとこに注意してね、ゆっくりゆっくり書いていったら、何回も消したり前に戻ったりしながら書き進めていったら、最後までうまくたどり着くことできませんよって。途中で自分が言いたいこと変わっちゃってたり、後でそれ全体としてその文章を読んだとき何が言いたいのかわかんなくなっちゃってたり、そういう困ったことになっちゃいますよって。だから文章を書くときは細かいこと気にせずに、多少のミスがあってもいいから一気に最後まで書いてください。これが文章の2で主張されていることなんです。みんなこれを聞いてね、ふーん、まあそんなもんかな、こういうふうに思うと思います。でもね、そこには問題があるよね。そうだよね、一気に書き進めたのはいいけどね、多少のミスがあっても気にせずに進んでいったわけでしょ。ということは、その文章、いろんな細かい表現とかミスがある、そういう可能性あるよね。だからどうすればいいのか、書き直したらいいのよ。つまり文章の2で主張していることは、文章っていうのは1回で完璧な文を書くのではなくて、何回も直すことによってより完璧な文章に、自分がいいと思う文章に近づけていくんですよ。そういうことが書かれているわけなんです。つまりね、書き直すこと、これをめんどくさがらないでください、恐れないでください、そして何回でも書き直してください、こういうふうに言ってるわけなんです。でもね、そこからいろいろ書き直したとしても、文章全体がわけわかんなくなっちゃったり、
最後までたどり着けなくなっちゃう。そんなことは起こらないんですよって。1回目で終わりまでもう書いちゃってるよね。最後まで書いちゃってるから安心して書き直すことができるんですよって。だからね、安心して訂正とか修正とかしてくださいって。で、必要なら大手術、大変更してもいいです。最初の文章を最後に持ってきたり、真ん中の文章を最初に持ってきたり、そういうことしちゃってもいいですって。それだけじゃないよ。新しい発想、そういう風に並べ替えてる時に、訂正してる時に出てきたら、その新しい発想も書き加えてもいいよって。そうやってね、加えたり削ったりしていくうちに、文章ってどんどんいい文章になっていくんですよ。みんなの考え方もどんどんまとまってくるんですよ。こういう風に作者は主張してるわけなんです。そしてね、自分の中で何回も書き直すこと、これ重要なんだけど、さらにその文章をもっと良くする方法あるんだよ。こういうふうに作者は言ってます。それはね、人に話すこと、あなたの考え方っていうのを人に話してください。そうやって相手に話すときに、あなたの考え方整理されていくんですよって。きっと書いてるだけでは気づかなかったこと、気づくことができますよ。こういうふうに言います。で、さらにね、人に話すだけじゃないよ。自分で音読してみるのもいいよ。こういうふうに作者は言っています。みんな、自分が書いた文章、音読してみることってある？少ないよね。でも、自分の文章を音読すれば、どこがいいのか悪いのか、よりはっきりしてくるんだね。自分の文章ね、書いてるだけでは気づかなかった部分、でもそこちょっと間違ってる、変だなっていう部分、読んでみたらはっきりとわかるのよ。あれ？ここなんでこんなこと書いたのかな？そういうことが分かってくるから、ぜひ音読してください。こういうふうに作者は言ってます。こういうふうにね、まず書き出した文章を何度も書き直してみたり、人に話してみたり、音読したりすることによって、あなたの思考の整理が進むんですよ。自分の考え方よりはっきりして、人にも分かるようになってくるんですよ。こういうふうに文章の中で主張されてます。確かにね、ここまでやったらいい文章書けるような気になってくるよね。みんなの考え方、これが整理されるような気がするよね。そこで作者は平家物語を具体例に挙げて、自分の主張はね、正しいんだよ。やっぱりこういうふうに思考を整理していくのがいいんだよ。こういうことを言ってます。なんでかっていうと、この平家物語、結構ね、込み入った筋、複雑なストーリーで難しい文章のはずなんだけど、でもね、聞いてる人がスッとそれ理解できるような文章になってるの。そういう物語なんだね。でね、こういう風に聞くと、じゃあこの平家物語作った人がすごく文章上手かったんだな。みんなこういう風に思うかもしれないけど、でもね、この平家物語っていうのは、琵琶法師っていう盲目の歌い手によって、長い時間語り継がれてきた物語なの。つまりね、一人の人が最初から最後まで完成した物語を作ったというよりかは、たくさんの琵琶法師たちがそれぞれ平家物語を語っていきながら、もうちょっとここの部分こういう風に言った方がわかりやすいかなとか、ここの部分はやっぱりこういう風にしよう、こうやって平家物語を複数の視点から遂行してきた、何度も考え作り直してきた、そういう歴史があるわけ。だからね、思考っていうのは一人でうんうん考えるよりも、たくさんの人が別々の視点から見つめた方が、あるいは音読したり、この琵琶法師って言ったら声に出してこの平家物語を語ってたからね、何度も書き直したり、この平家物語って言ったら何回も何回も語られてきたから、その間で多分何回も修正が行われたんだね。そういう風な作業を重ねることによって現代の素晴らしい平家物語っていうのが完成した。こういうふうに言えるわけなんです。こうやって作者は平家物語を例にとって自分の考え方、文章っていうのは何度も書き直したり、人に聞いてもらったり、そうやって磨き上げていくことによっていい文章になる。自分の思考が整理されていく。その方法が正しいんだってことを主張してます。どうですか？今回の話、わかりましたか？文章1と文章2があったので、ちょっと複雑だったかな？下の説明欄に長野県の過去問、この長野県もね、2つの文章があって、そこから問題を解いていくってタイプの過去問なので、そちらの過去問を勉強することで、この文章が2つあるタイプの問題の対策を進めていってください。また、文章の1、
加藤亮さんの論理的思考のコアスキル、これは兵庫県の過去問にも出てるって最初に言ったけど、こちらも下の説明欄にリンクを貼ってますので、そっちをしっかり勉強することでより作者の意見主張っていうのが分かると思うので頑張ってください。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいねコメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。